の剣を受けよ。お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。お疲れ様。待ってたよ。それでどうしたの？急に呼び出してさ。お祝い？そっか、私の誕生日。祝ってくれるんだ。まあいいんじゃないかな。私って愛想ないからさ、うまく伝わってないと思うけど、これでも結構喜んでるんだよ。だからそのありがとう。なんだか嬉しいね。お祝いしてもらえることもだけど、何より君のその気持ちがさ。ちゃんと答えるよ。これからも前に進み続けることで。だから期待してて。兄ちゃん、みそぎを呼び出すなんてどういうつもり？落とし穴とか仕掛けてないよね。ま、兄ちゃんに限ってそんなことないか。あ、覚えててくれたの？みそぎを驚かせるなんて兄ちゃんもやるな。おめでとうって言ってもらえるのって結構嬉しいね。兄ちゃんの誕生日にはとびっきりのいたずじゃなかったプレゼントをお見舞いするから楽しみにしててね。やっぱり兄ちゃんといると退屈しないな。これからもみそぎのこと楽しませてね。約束だよ。